あの人の現在。ラヴィズオーバーの大ヒットで80年代を沸かせた台湾出身の歌手オーヤンフィーフィー。そんな彼女ですが、2016年に夫が死去してからというもの、あまり表舞台で姿を見せなくなっています。果たして現在オーヤンさんはどんな生活をしているのでしょうか。オーヤンさんの活躍は結婚後も続き、1979年には自身最大のヒット曲となる Love is Over をリリースしました。なお意外なことに、この曲は噂のディスコクイーンの B 面として世に出ており、当初はあまりヒットを想定していなかったことがうかがえます。この噂のディスコクイーンの中国語版の歌詞は台湾や香港ではヒットしたものの、日本ではあまりヒットしませんでした。しかし口コミなどで根強い人気を誇り、1980年には A 面の曲として再びリリースされました。その後1982年にはアレンジを変更したものが発売され、その翌年にはジャケットを変更したものが発売されるなど、何度も発売を繰り返したのです。そして1983年にオリコンチャートで1位を獲得し、1987年まで続くロングセラーになりました。またこの頃には音楽番組の隆盛もあって、さまざまな番組に出演するようになり、それに伴って同じく台湾出身の人気歌手のテレサ・テンさんと共演することも増えました。二人が初めて顔を合わせたのは1984年のフジテレビミュージックフェアであり、そこでは二人で北酒場をデュエットしました。当時オーヤンさんはラヴィズオーバー、テレサ・テンさんは償いがヒットしており、二人とも音楽番組ではよく歌っていましたが、共演するときに限っては中立を保つためにあえて違う歌手の曲をカバーするというスタイルをとっていたのです。しかし1991年の大晦日に開催された NHK 紅白歌合戦には双方とも出場し、そこで二人とも自身の代表曲を歌いました。その後もオーヤンさんとテレサ・テンさんの紅白同時出場に関してはスポーツ紙などで噂されていましたが、1995年にテレサ・テンさんが亡くなったことにより、91年の紅白が最初で最後の紅白共演となってしまったのです。その後もオーヤンさんは活躍を続け、世界中を飛び回ってコンサートを開催したりしていました。また夫のシキバさんと夫婦2人で共演することも増え、2人でさまざまなイベントに出席したりしていました。しかし2016年にシキバさんが肝不全によって病死すると、オーヤンさんが表舞台に出ることはあまりなくなりました。現在はシキバさんが残した膨大な遺産と、かつてのヒット曲を生み出した印税によってセレブな隠居生活を送っています。また新型コロナのパンデミック以前は不定期でチャリティーコンサートを開いたり参加したりしており、完全に活動をしていないわけではありません。